76小節アウタクトからのホルングリッサンド、この曲において、ホルングリッサンドはかなりのこの山場を見せるという大事な役目があります。ですから非常に派手に聞こえた方がいいと思います。まあいろいろやり方があるんですが、まあ いくつかやってみましょう。まず F 管の指で、最初のベーの音を吹き始めて途中の自然に出る倍音を鳴らして、一番上の時に、ベー管に切り替えますが、その時に、オープンにするやつと、それから上のベーをこうまた上に上がった瞬間にこのまんま1を押したまんま、これでもベーが出ます。両方やってみます。どのくらいのその倍音が出るかっていうのも一応試しにやってみますね。今みたいに出ますけど、これをまあ後ろの方に持ってきて塊で1、2こうする場合、それから最初にからまあベーシングルの楽器とかありますけど、ベーシングルとか、あるいはフルダブルでベー管だけ使うところは、まあ手を適当に、僕は割と好きなんですけど、適当に動かしながら上に上がっていく、もちろん口は締めていくわけですけど、息は上にターって息を出しますし、口はターって豆腐みたいな感じでね、口をこうスッてこう狭くする、それが一緒にできて、しかもお腹の支えがずっとできているっていうのができると、もう一回言いますよ、この音出したけど、ワン、ツー、まあこういうふうな出し方もあります。いろいろ工夫してやってみましょう。